マクドネルダグラス DC-10 アム、フランス航空はフランスにかつて存在した航空会社である。当時はエールフランスに次ぐフランス第2位の規模を誇る航空会社だった。アム、フランス航空はエアートレイメールとして1988年にフランスの海外圏であるレユニオン島で設立され、1990年からマクドネルダグラス DC-10 から30と ドルニエドゥ -228 による商業旅客サービスを始めた。1991年10月にパリのウルリー空港をハブとするミネルバ航空と合併することでアム、フランス航空としてのサービスを開始した。なお、このミネルバ航空はパリに一線に参入し、エール・アンテールと最初に共用した航空会社であった。1992年3月、 パリ東京線に就航した。また、1999年には、スイス航空が、ハンター戦略の一環として、アム、フランス航空の49%の株式を取得し、その後、同社が中心になって拡大していた、航空アライアンスのクオリフライヤーに参画した。しかし、アム、フランス航空の国内線や海外領土への路線は、フランス最大の航空会社で勝つ。 ライバルであるエール・フランスと競合する部分が多く、2001年に不健全な機材の管理や過剰な設備投資による莫大な負債が原因となり経営破綻し、全便の運行が停止された。最終的な破産は数ヶ月後に及ぶストライキの後に行われたが、このアム、フランス航空の倒産に続けとばかりにエアリス、エール・リトラル、ユーラル・エールといった主要なフランスの航空会社が、 次々と倒産していき、結局この航空業界を襲った大不況では大手としてエールフランスとコルセールフライのみが生き残った国内線、海外領土線国際線、ありがとうございます。